Alright, everybody, CP9 キャットです。今回もカイロプレイしていきましょう。前回ですね、まあここのパズルを解こうにも解けないでしてね、ずっと、まあ、悩んでたんですけど、まあそこで切りましたね。で、今回その先から行こうと思います。でしてね、さっきもレコーディングしてたんですけど、30分間ぐらいまた、ここでずっとですね、まあ、前回のエピソードの終わりの方で聞いた、あれですね、をレコードして、まあ、クリップしてね、まあ、このように、まあ、ちょっと YouTube じゃなくて何言ってんだ、iTunes の方に、まあ、かけとったんですけど、さっきから試してもずっとダメだったんですよね。で、おかしいなと。ずっと試しててもおかしいなと思ってているんですけど、この壊れた石灰がここと、まああっちの方にあるんですよね。ちょいと見てみましょうか。ここですね。で、おかしいな、どうしてもなんかあれひっくり返せられないしダメだなと思ってたらですね、ここにあるじゃねえかよ、女野郎ね、わかりにくいよ。ということで、あれは完全にヒントじゃありませんでしたね。なんだよ、俺の30分間、40分間返してくれよ。よっと。いけない。よし。これで OK ですね。あの音がヒントかと思ってたら違うのかよ。ともう本当落胆してしまいましたよ。まあやっとね、先の方に進むことができましたので、行きましょう。これは、また数字を言ってますね。0は聞き取れたんだけど、他の番号が分かんないな。で、このピラミッドは何だろう。2110。年号じゃないだろうしな。なんだろう。どっかのマップのコーディネートとかなんかかな。まあ、座標か。コーディネートといったら。おお。これもまた宇宙みたいなところに来ましたね。さて。ここだけなんか床が違うの気になるけど、あーは？あーなんだ？こう間違った足場に乗るとダメなのか。うわ、めんどくさ。おい、なんかこれもタイム制限とかあんのか。おっと、落ちたぞ。あれはダメか。じゃあここの方に乗って四角の方行ったらダメだった。よっと。でジャンプするとこのように落ちるし、じゃあ左か。オッケー、一番左が正しいと思ったら違ったね。Oh dear。こうか。おっと、落ちてっていうね。うおーい。難しいな。これ急いで行った方がいいのか、普通に。おっと、落ちた。よっと。ダメだった。だんだん遠くの方まで行けてるんだけどな。このまままっすぐ行ったらダメなんだよな。
あそこのでかい四角のところで落ちちゃったね。よっと、こうか。おっと、今の惜しかったな。よっと、おっと、ダメだったか。あそこでジャンプか。いや、まあ、ガッディメット。時間は大丈夫なのかな、もしかしたら。おい、引っかかったりジャンプしたら落ちたぞ。よっと、はい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 、あっと落ちた。ちょっと電話が来ちゃったんで、カットします。 OK、 Welcome back。 母親が電話してきてですね、まあ、ちょっと戦況のこととかで話し込んでしまったんで16分ぐらいかかってしまったんですけど、再開しましょう。おっと、危ねえ、こっちか。うわって、八方下がりじゃないですか。やら、ジャンプすればこの通りだし。Goddammit, that was a hint! OK、 これがヒントですね。最初に気づけばよかった。ペンと。あったあったあった。紙で。よし。ここにヒントがあるなんて僕は気づかなかった。一番下が、これで、横。テトリスの右。はいはい、テトリスの上向いたバージョン、セット、そしてこれか。 OK これでよし。ずっと分かんないのがバカらしいな。まずこの形でオッケー。で、今度はテトリスだ。でだ。今度はこっち行って、テトリスの右向いたバージョン。で、鍵がこう。テトリスの上向いたバージョン。でだ。どれだ？これか？ Nope！ じゃあ違う道から行っちゃったのかな？こっち。はい、外れ。けど、ズルする。これ、行って、鍵格好。鍵格好じゃないな、鍵格好みたいなものって、と、鍵格好、テトリスの上、そして、あれか。ふぅ、うお、難しかった。これも結構時間かかっちゃったな。まあやっぱりいろいろと周り見ないといけないってことだね。 OK。 お、やっとこれで仕掛けが解けましたね、全部。おっと、今のビビった。でだ、これが完成した。まあ、これが回り始めたね。これもなんだろう、 DNA だよな、形的に見ると。でこれはエネルギーかなんだろう。まあ戻ろう。まあおそらくあれは DNA だと予想。
あ、道が元に戻ってる。これもまあ DNA っぽいよな、形的に。まあ、わーい。いやー、ちょいとこのパズルとか苦労するな。よし。これで、解け終わったから、まあ、次のところに進みましょう。おっと、鳥だ。いいね。鳥がいるね。さっきいなかったよな。あれは生を司るってわけじゃないけど。DNA。鳥が飛び始めて、自由ってことか？やっぱこれいいな、鳥が飛んでるってのは。まあさて、ここに戻ってきました。散々苦労させられましたよ、ここには。見当違いのことずっとやらされてたもんな。さて、なんか動物たちのやつが乗っかっているね。ゾウとか鹿とか鳥とかサメとかいるね。あったっけ？なかったよね。よし、じゃあ こっちだっけ？なんかあったっけ、こっち。迷路か？こう、わかんねえな。あ、でもなんかね、シンボルか？違うよな。なんだろう。まあとにかく行きましょう。動物たちがそこに立ったっていうのは今気づいたけど、よっと。はあ、はあ。こっち行ったっけ？行ったよな。あ、行ってないな。そうだ、こっちに来て、まあここ後回しにしようと思ったんだ。ね、親方、ラピュタがソダにあるぞみたいな。なわけないけど、まあとにかく上まで行ってみるか。しかし真っ青だな。落ち着くな、いろいろと。うーっと危ね。ここは落ち着かねえな、ほう、思いっきり。ちらっ。うおっと危ね。さて、上まで来ました。お、ここにも扉があるな。まだまだ先に続くのか。ここは新しいエリアだね。おっと？ん？これ全部埋めるのかな？うん、何も起こんないな。色を変えるのか？よっと。何も起こんないね。こうまっすぐ行くのか？違うな。なんかのマークみたいになったけど、ヒントはないのか？まあ一応ここもヒントがあるから解けるっちゃ解けるんだろうけど。ここであそこの音楽みたいなヒントか？わかんない。どういうことだ？どっかにヒントとかないのかな？ここ解けんのか？大体そもそも。ないな、ヒント。ただの床のなんかひびだし。
まあ後で戻ってくるか。はい、戻ってきました。わかんないな。よっと。まあ一応落下ダメージがないっていうのはいいことだね。さて、ここから出てきたけど、こっからどうするか。あそこのところに戻ってみるか。いや、ちょっと待って、一番上まで行ってみるか。動物たちがなんか追加されたみたいだし、なんか変化あったかもしれないしな。 Let's see。 やっぱ今まで動物なかったよな。さて、こっちに来て、音楽、今まで散々悩まされたけど、動物たちが追加された他にはなんかなさげだね。どうすりゃいいんだ。こっちになんかあるね。なんか扉みたいのあるけど開かないみたいだね。どうすりゃいいんだ。こっか。こっち来たような気がすんな。こっか。なんかいろいろと あるんだよな。まああれは全部解放させたんだけど、これは何だろう。ああ、これが地球か。これが日本だね。で、まあヨーロッパとかアフリカ、アメリカ大陸だね。あそこの完成させたけど、ここは何の変化もないな。まあ戻るか。ここ来たっけ？あれ？初めて来たよな。初めて来たとこだね。おっと？それビビったけど、なんか舞い始めたね。まあこれも綺麗だね、ほんと。けどどうすりゃいいんだ。こっちか。で、真っ暗なとこに来たね。めっちゃくちゃ長い階段があるが、まあ降りるか。びっくりするのはやめてくれよ。俺そういうのマジ大嫌いだから。さて、地下じゃなくて、まあ床がまたあってピラミッドみたいだな。まあこのまままっすぐ行くと永遠に続く道があるね。なんか道の途切れがあるな。なんかあるな。ちょいと怖いな。なんかのシンボルがある。形が同じようなものが6つあるね。まあ乗るか。おっと、地震だ。いろいろと揺れてる。明るくなって、おっと、なんだ？
光って、あれがなんかロボットか人間みたいな形をしている。さっきの地球のようにも見えたけどな。おっと、どんどん上がっていくね。まあ、ここはさっきいたところだね。操作はできない。普通に見るだけだね。あ、この音楽めちゃくちゃいいね。おっと、塔が出てきた。ああ、なんか色と周りに出てきたね。おお。で、なんか建物がいろいろと出てきたけど、お、あっちの方から、あちこちからなんか上に伸びてってるね。ん、どういうことだこれは。まあ、さっきの動物たちともいいな。おっと、ここでスタッフロールが入りました。さて、さらに登っていった。これはなかなかいい音楽だな、ほんと。はあ、しかし、あの建物から出てきたものは一体何だったんだろうか。それが本当に気になるけどな。それがまあ、解き明かすのも一応回路のポイントだろうな。お、真っ白な世界になった。おっと、第二人生を必要としたみんなのためにだそうです。うわ、めっちゃくちゃ綺麗だな。最高じゃねえか、エンディングとしては。まあ、こういうところでのんびりとピクニックでも食ってな、お日様の下で寝転がって休んでみたいものだ。うん、さて、じゃあこれが一応ゲームの終わりみたいなので、お別れの挨拶をまあ短くパパッと言ってから終わりにしようかな。難しかったけど面白かったの一言につきますね。いろいろと謎が隠されていて、まだまだ解き明かさないといけないものがあるんですが、まあ、それはね、ちょっと僕一人でいろいろと試行錯誤しながらやっていこうかなと思います。でしてね、まあ、プレイしててずっと思った感想はですね、パズルとしてはそんなに難しくないですね。ただちょっとですね、注意深くないといろいろとヒントとか見落としてですね、まあ、さっきの僕みたいに永遠とアホみたいなことを繰り返すことになるので、ちょっとそこら辺は気をつけないといけませんね。で、まあやっぱりごくごく一部だけですね、言葉というか、まあ、文字が出てこないのって英語ができない方でも本当楽しめるんじゃないでしょうかね。まあ、実際僕も本当めちゃくちゃ楽しめましたし、まあぜひね、まあ、皆さんも興味が湧いたらね、ぜひプレイしてみたらどうでしょうか。僕はね、本当めちゃくちゃ楽しみましたし、またね、まあいろいろと試してみようかなと思います。で、やっぱり気になるのは、あの建物は何のためにあったのかなんですよね。ここは第二の人生のためにって書かれてるんですけど、世界を作るために作った、それとも戦争で失った命をまた生きるためにまあ作ったのか分かんないですけど、ちょっとこれだけだといろいろと解釈ができてしまいますね。僕なんとも言えないんですけど、
まあでもね、本当に面白かった。それだけは皆さんに伝えたいです。はい。まあ、リターンとゲームという、押したら、ここに戻ってきましたね。まあ、ここが一応、いろいろといけるところなんでしょうね。このシンボルは何なのかわかんないですね。これも何なんだろう。これはもう確実に木ですよね。で、これは何だろうね。ちょいっとシンボルもわかんないな。まあでも、まあじゃあ、ポータルルームということで、ここをね、まあ、眺めながらお別れと言いましょう。今までカイロをご視聴いただき、誠にありがとうございました。このエピソードとね、ちょいと前のエピソードが間がまた空いてしまったんですけど、申し訳ありませんでした。では、また次のね、次というか、他の動画でお会いしましょう。バイバイ。